やっと来たようだ。この声はアーネストさん。その人って確か君たちを逮捕した市長暗殺未遂事件の犯人だ。遊撃士リントン、君たちもなかなか顔が広いじゃないか。ザレ事はそのくらいにしてもらいましょう。マフィアの警備隊と違ってあなたは意思を封じられて操られているわ。自分の意思で協力しているならさらに罪が重くなりますよ。その罪というのは人間が勝手に決めたものだろう。今日からこのクロスベルは新たなる聖地となる。どうしてそんなくだらないルールを気にかける必要があるんだい。アーネストさん、話が通じませんね。ダメだな。あなたがどんな経緯でヨアヒムに取り込まれたのか、いずれ事件の後にでもきちんと聞かせてもらいます。だが今はそこをどいてもらう。いいだろう。偉大なる同志から授かった愚弄室に至る力、その目で確かめるがいい。これまさか。デモナイズ。しかもこいつはあのマフィアどもより。いい心地だ。魔の力を取り込む。人を超えた存在に進化する。これぞ愚弄室への道。アーネストさん、どうしてそこまで、どこまで落ちれば気が済むんですか。なんか哀れね。どんな姿になろうとも同じだ。アーネストライズ、公務執行妨害の現行犯になる。しゃー、貴様ら絶望を与えよう。速攻で蹴りをつける。よし。エリー、エリー、頼む、頼む。行きます。任せてくれ。いや、いや。
当番です。えい、おっしゃ、ガンナーモード起動します。俺の番だな。ずい行くぞ。さあ、ディア任せてね。こちらの彼はもともと武闘派みたいだし、しかし愚弄しさ、どこまで常識外れなんだ。生きているか。ええ、なんかなり消耗したみたいだから、しばらく動けないでしょうね。そうか。まあここに放っておくしかありませんね。ああ、そうだな。エリー、行こう。ええ、さようなら、アーネスト先生。よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だ。やっと。さて、そこ。チャンスです。あ、俺の番だな。つい。行くぞ。えい、ま。よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だ。やっと。ええ、そこ。
私の場合ここだ。ふん、任せてくれ。セイハッ。よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だ。さあ、さて、はい、えい、行くぜ。よし、さあ、これが俺たちの力だ。任せてくれ。やっと俺の番だな。えい、私の番だ。えい、そこだ。さて、そこ。任せてくれ。よっ、いや、おっしゃ。ふん、さて、行け。さあ、先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。えいっと、さて、行け。任せろ。行きます。よし、えいっ、いや、これが俺たちの力だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。行くぞ。えいっと、今だわ。みんな、行くわよ。オッケーです。了解。よし、ここへ。
さて、私の番です。あっ、行くぜ。みんな大丈夫？よし、先制可能。始めましょう。はい、そう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。分かった。 OK です。ゴー。ゴー。
もらったぜ。よし、私の番です。あ、行くぜ。任せろ。私の番ね。みんな大丈夫？行きます。ここです。任せてくれ。やっは！おっしゃ！はい、そこです。お
こっちから。つい。任せてくれ。エンジア。さて、そこ。はい。えい。行くぜ。ふん。なんとかしのげたか。敵接近。行くぞ。注意してください。えいっ。さてと、あ、私の番。行くぜ。あ、俺の番だ。えいっと。任せて。私の番。はあ、これで一安心です。
だまだだ。負けられない。ち、まずいな。なんとかしないと。
くぞ。せいや、私の番ね。さてと。おっしゃ、私の番ね。任せてくれ。行きます。よし、もう大丈夫だ。私の番です。それ。行くぞ。みんな、行ってみな。よし、先に進もう。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、今だわ。みんな、行くわよ。オッケーです。ファイト。よし、よし。よかった。任せてくれ。えい、私の番です。そこです。おっしゃ、ボブ、私の番。任せてくれ。えい、いや、援護する。さてと、ここです。俺の番。フン、おととい来やがるってな。よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だな。せい、は、今だわ。みんな、行くわよ。了解。オッケーです。はっ、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 はっ。行きます。えい。データ収集、終了しました。
かせてくれ。よっ、いや、ええ、そこ行きます。そこです。おっしゃ、俺の番だな。えいっと、まだまだいける。俺の番だな。やっと。さて、はっ、私の場そこです。行くぜ。ずい、あ、ダメダメです。よし、俺の番だな。任せて。キャッ、私の番です。あ、データ収集終了しました。俺の番だな。やっと。私とだれ。行きます。あ、敵集団撃破しました。そこです。俺の番だな。あ、任せてくれ。セット。ええ。
任せてくれ。これが
が俺たちの力だ。俺の番だな。やっと任せて。チャンスです。皆さんお願いします。アイサー、了解。えい、シャン、トウ。あ、これで一安心です。よし、一気に行くぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。オッケー、わかったわ。トウ、うん、かこう、かこう。任せて。はい、さてか。あ、俺の番だな。あ、よし、よっ、いや、私の番です。えい、俺の番だな。ふん、まあこんなもんかね。みんな立て直すぞ。任せろ。ほら、ありがとう。そこだ。みんな大丈夫？任せろ。私の番ね。そこ。さてと、そこです。オフ。よし。えいと。おっしゃ。ふん。お返しよ。えい。私の番です。そこです。うん、俺の番だな。セイト。よし。よっ、いや。任せて。よかった。
ガルシア・ロッシ。ここにいたかよ。やっぱりどうやら他のマフィアと同様、人さん並みに大きな火なんかやたらと手強そうだけど。元西風の旅団部隊長にしてルバーチェ商会の若頭。戦闘力は折り紙付きだ。どうやら魔人化する気配はなさそうだ。手の抜ける相手じゃなさそう。おい、キリングベア。聞こえてねえかもしれねえが、あんたのお望み通り全力で行かせてもらう。悪名高き刀身の息子の力。
負けるか。それ助かりました。ちっ、まずいな。ほら、まだやれる。それありがとう。ピンチです。俺の番だな。はい、えい。私の番ね。人化するの？こんな人がなったらさすがに手に負えないわよ。おいおっさん、百戦錬磨の元両兵が何をふぬけてやがるんだ。しかもマフィアとはいえ、あんたは一度あの場所から抜けられたんだろうが、その意地を見せてみろよ。ランディ、ランディさん。狂気が消えた。もしかして元に戻ったの？やりゃできんじゃねえか。偉そうなことを抜かしやがって。どうやら礼を言う必要がありそう。やはりヨアヒムにグノーシスを。最初クロウさんくせえと思ってたのに。くそ、よく俺の部下たちよ。彼は自分たちが逮捕する。悪いけどあなたたちも逮捕は避けられないと思ってくれ。ここまで集大成をしちゃうしかないだろう。だが俺はこの先にいるはずだ。どうしろ。それにロイドと言ったら、てめえら気に入らねえんだ。あの人絶対に後悔を取るんじゃねえぞ。落ちたか。ああ、完全に気絶している。多分魔人化に抵抗するのに力を使い果たしたんだろうね。悪人かもしれないけど、一本筋は通ってる人かも。
少なくともあの会長さんよりは共感できそうな気がするわ。そうね、同感です。ま、さすがと言っとくか。そうだな。どうやらこの先に真の黒幕がいるみたいだ。アーネストとガルシア、二人の様子から判断するには恐ろしく危険な相手だろう。みんな準備はいいか？ええ、はい。いつでも行けるぜ。こちらも任せて。準備は？これより教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンターの拘束、各自全力を尽くしてくれ。おう。よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてください。はい、えい。ここだ。ふう、任せてくれ。えい、は。任せてください。さてとは。任せろ。みんな大丈夫？任せてくれ。はい、は。任せてください。私の番です。そこです。行くぜ。とっとと終わらせるぞ。任せて。任せてくれ。やっと。お返しです。行きます。あっ。
俺の番だな。ふん、そこだ、俺の番だな。おっしゃ、ふん、そこだ、行くぞ、えいっ、や、任せて、はっ、行きます、えい、援護する、行くぜ、よし、せっ、や、これが俺たちの力だ。
きます。そこです。行くぜ。つい行くぞ。やっは私の番ね。さあ先を急ぎましょう。ここは地下の湖。こんなもんが広がってたのかよ。皆さん、キーボーの写真に写っていた。この場所で撮られたものだったので。なんかね、暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんで、上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い感じ。そうか、あれはこの場所の子。その通りさ。ヨアヒム・ギュンタ。いつの間に。どうやら本当にただものじゃなさそうだね。ようこそ我らの起源にして聖特務支援課の諸君、そして遊撃士協会のお客人。あなたは随分と余裕じゃねえか。ヨアヒム・ギュンタ、単刀直入に行かせてもらう。グノーシスを投与して操っている人々を今すぐ解放しろ。どんな方法かは知らないが、あんたが操ってるのは分かっている。ああ、別に構わないよ。IBC ビルでも言っただろう。キーヤ様を引き渡せばいくらでも手を引こうと。ふざけるな。まだそんな弱いことを。喧嘩売ってんのか。最低の犯罪者ですね。何こいつ、教授並みに性格が悪そうね。やれやれ、これでは話にならないな。そもそもキーヤ様は我らが教団の崇める巫女、それを返せというのがどうして理不尽なんだ。自分たちが6年前どんなことをやったと思っている。そんな連中にキーヤを引き渡せるわけがないだろうが。それよりもいい加減キーヤちゃんの素性を明らかにしなさい。ちゃんと身元は分かっているのでしょう。なるほど、君たちはまだキーヤ様がこの時代の生まれだと思っているのか。この
いいだろう。英知に至らぬ者に話すのは本来禁じられているが、君たちには特別に教えてあげよう。つい一月前までキーヤ様は眠っておられた。この祭壇の聖なるゆりかごでまどろむように。500年以上にも及ぶ長き眠りに疲れていたのさ。まさか。ねえ、ふかしてんじゃねえ。別にそんなに驚くことも、現代の技術では不可能でも、古の技術ならばそれが可能。星見の塔を建造した中世の錬金術師たち。そんなつながりがあったなんて。以来キーヤ様は500年もの長き眠りに疲れていた。当然その素性を知る者は我が教団にすら残っていない。つまりはそういうことさ。そんな、なんてこった。キーヤちゃんの過去取り戻してあげられると思ったの。何を悲しむことがあるんだい。キーヤ様に過去など不要。なぜなら彼女はこれより真の神になるのだから。神って。文字通りの意味さ。君たちはいい加減真実に気づくべきなんだよ。エイドス？そんなものがどこにいる。全ては七王教会によるまやかしだとなぜ気づかない。正気かよ。女神の存在を疑う人がいるなんて。だがそれが我が DG 教団の説く真理だ。よく誤解されるのだが、我々は別に悪魔という存在を崇拝しているわけではない。ただ女神という概念を否定するために好都合だから概念的に利用しているに過ぎない。毒を持って毒を制す、つまりはそういうことだよ。ふざけないで。だったらどうしてあんなひどいこと。みんな泣き叫んでいた。私がいたロッジはそれでもマシだったと聞いている。悪魔なんて崇拝してもいないのに。ティオスケ。ティオプラトン、君の名前は覚えているよ。アルタイルロッジで素晴らしい感能力を示した検体。いやはや、まさかこんな形で検体本人に会うことになるとはね。ちょうどいい。改めて話してもらおうか。大陸各地のロッジで行っていた数々の非道な儀式の目的を。おや、まだわからないのかね。全てはグノーシスの完成度を高めるための実験。人が極限状態の時に示す想念の強さや潜在能力の開花、それがグノーシスの完成度を高める格好のデータだったわけだ。ちなみに子供が多かった理由は単にデータサンプルの精度の問題さ。やめろ。いい加減にしなさい、この人でなし。まさか俺ら以上の外道がいるとはな。ヨアヒム・ギュンタ、察するに、あなたはそうした数々の実験を統括していた責任者だったみたいだね。
その通りだ。だからといって教団内の位階が高いわけではない。そもそも我が教団は真なる神のもと平等の。あんたたちの教義なんて正直どうでもいいわ。それより、だったら知ってるはずよね。楽園と呼ばれていた風変わりな老地のことを。その名前は、あの黒いファイルにあった。ほう、その存在を知っているの。あれは教団の有力者がわざわざ作らせたロッジでね。各地の有力者を取り込み、弱みを握って教団の手ずれとする。推測通りだったか。なるほど、そういうことか。その楽園とやらに引き込んで議長の弱みを握ったんだな。そうつながんのかよ。僕は全てのロッチの実験結果に目を通していたからね。6年前のあの忌々しい作戦でほとんどのロッジが失われた後、ちょうどいい後ろ盾を手に入れることができたわけだ。ルバーチェなんていう便利な手足のおまけ付きでね。やっぱりか、警備隊を操れているのもそのあたりの関係だな。そういえば、どうやってグノーシスを連中に服用。ああ。議長の子飼いである警備隊司令に強引に回させたのさ。アホ司令が、さすがに迂闊すぎんだろ。楽園に話を戻すが、あれは妙な終わり方をしたようだな。どうやら例の作戦とは別に、去年リベールで異変を起こした結社とやらに潰されたようだが。やれやれ、何のつもりだったのやら。ああ、しかし楽園には一つだけ大きな心残りがあったな。天才的な適応力を持つ一人の幼い検体がいたんだが、これがまた傑作でね。周囲にいた別の検体の人格をグノーシス投与をきっかけに自分のものとして取り込んだのさ。いや、その実験データだけでもせめて回収できて。もういいわ、知りたいことが全部わかった。もうそれ以上話す人。ごめんロイド、少し出しゃばったみたいだ。いや、おかげでこちらもかなり整理できた気がする。これで心置きなく逮捕に踏み切れそうだ。 DG 兄弟幹部司祭ヨアヒム・ギュンター、自治州法に基づき傷害、騒乱、不法占拠、薬物使用、虐待などあまたの容疑で逮捕する。略式ではあるけど、捜査令状および逮捕状もすでに出ているわ。おとなしくお縄についてもらおうか。僕と君たちのどちらが目的を。ここを一つ賭けをしようじゃないか。その髪は、しかもオーバルスタッフの一種ですか。僕の髪はこちらの方が地の色でね。グノーシスを投与し続けて少々風変わりな体質になったんだ。
なんせここ数年全く睡眠をとっていないくらいだからね。おいおい、シャレになってね。なるほど、それで病院勤めをしながらここまでする時間が取れたのか。さすがは捜査官、いいところに気づくじゃないか。ちなみにこの杖は例の錬金術師たちが作り上げた魔道具の最高傑作の一つ。アーティファクトすら凌駕する力を秘めていてね。魔道の力が、こんなものまで刺激できるくらいさ。これって錬金術を駆使して作られた中世のオーバーマベットか。さて、そろそろ幕切れとさせてもらうよ。知れ事、あなたなんかに絶対に負けない。さあ、賭けを始めよう。データ収集を開始します。任せてくれ。私の番です。気をつけ、行くぜ。任せてくれ。これで決める。私の番ね。行きます。ガンナーモード起動します。行くぜ。真の英知を知る。来た来た、最愛の皇人。任せてくれ。
遊びすぎたか。おっしゃ、ふん、さてと、よし賭けは俺たちの勝ちだな。おとなしく投降しなさいやれやれ、一つ教えてあげよう。知っての通り、グノーシスの効能は感能力の強化、ひいては服用その使い方を極めればこんなこともできるのさ。なんだこいつ、空間が、これってワイスマンの間が、バカはどうやそちらの二人は随分と興味深い体験をしているようだね。リベルアークにファンタズマか。こいつ、私たちの記憶を、まさかそこから再現したのか。ワイスマン、ほう、これはなかなか共感を覚える人物のようだ。ウロボロスの情報も思っていた以上に興味深いなかなか楽しませてくれそうだこんなやつにかけ、早速君たちにはグノーシスを飲んでもらうよ。そうすれば君たちは僕の思うがまま、キーヤ様も納得してお戻りになっていただけるだろう。てめえ、それが狙いで私たちをここまで君たちのような愚物に、全てはキーヤ様のため。それ以外の理由がどこにあるというんだい。そこまでの力を手に入れておきながら、その上キーヤにこだわる理由が一体どこにあるんだ。ほう、彼女が本当に500年前の時代の出身だったと、あくまで普通の女の子であるのは変わらないんじゃないのか。それだけの力を手に入れながら、どうしてキーヤにこだわる。確かに根本的な疑問だね言っただろう、彼女は神となるのか。キーヤ様の前にはこの力など比較するのもおこがましいだろう。いやそもそも比較すること自体意味がないとも言えるのかな。わけのわからねえこと。本当に誰かさんにそっくりだわ。まあいい、この際だから聞いておく。どうしてキーヤはオークションの場にいたんだ。確かにそれもまだ分かっていないので、マフィアの方でも心当たりがないそうですが。続けて聞くぞ。俺の兄ガイ・バニングスを殺したのはあんたか。ほほほ、そうか、なるほど。二人きりの兄弟、年の差は10近く。兄の殉職後はクロスベルを離れ再び戻ってきたというわけか。それは皇帝の言葉と受け取っていいのか確かに当時彼は僕の存在に迫っていた。厄介だからルバーチェに頼んで抹殺するよう依頼したんだが、どうやら殺したのは全く別の勢力だったようだな。3年前マルコーニはさも自分たちの手柄のように僕に恩を着せてきたが、ガルシアの方は否定していたから、その可能性はないだろう。なるほど、だろうと思ったよ。あんたみたいな男に兄貴が負けるとは思えないからな。
ほう、面白いことを言うじゃないか。キーヤがオークションの場にいたケイン、確かにあまりに非合理的ですね。確かにあの日キーヤ様は長き眠りからようやくお目覚めになった。だが僕がそれを知った時にはこの祭壇からいなくなっていた。おそらくご自分で地上にさまよい出たと思ったが、そして偶然出品予定だった人形のトランクに入り込んだ。さすがは捜査官だね。だキーヤ様がお戻りになればそのようなさまつな疑問はグノーシス冗談も大概にしたらどうだ。あんたが今していることは誰かの記憶を盗み見て誰かの力を真似ただけだろ。あんたが非道な実験をもとに完成させた薬とやらも同じ。罪もない子供たちをもてあそんで愚かな試行錯誤を繰り返した挙句、偶然見つけた結果でしかない。そんなものが断じて英知であるものか。貴様、確かに英知というには下劣すぎるかもしれないわね。ごめん、ワイスマンの方がはるかにマシだったかも。ああ、僕も同感だ。そして今もなお、あんたはそのくだらない幻想をキーヤに、あの日だまりのように明るくて無邪気で天真爛漫で、コピーしただけなのに動揺すれば保てない程度の不完全なものだったのか。ロイド君の気合が打ち破ったってわけね。ヨアヒム・ギュンター、あんたの器はもう見切った。この上何をしてこようとも俺たちは絶対におとなしく投降してもらおう。ブツブツ言ってやがこれじゃあ切り札を使うしかなくなったじゃないか。それ教えてあげよう。これぞ完成したグノーシスの最終形とも呼べるもの。君たちが手に入れたものが青の英知というならば、さしずめこれは赤の英知といったところかな。もしかして一緒やろうとマフィアどもを化け物に変えた。その通り。しまった、あんなに大量に服用したら中毒症状。急いで吐かせないと。見える、見えるぞ、大いなる D。 うなぁ
しら。ああ、もしかしたら地方を取り込んだワイスマンよりも。ああ、心地よい。今こそ我は全ての真実に至った。世界の在り方、その秘められた意図。気を確かに持て。そんなものは甘やかしだ。真実というのはそう単純につかめるものなんかじゃない。それは他の人並みの限界。我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相、クロスベルの地に課せられた。はったりを。もはや貴様らを生かしておく意味もなくなった。至れる身の不運を嘆きながら、ここで秘書さんの魔人化とは格が違うみたい。さすがにちょいと戦力差がありすぎるな。でもどうやら避けられる戦いではないみたいね。ああ、覚悟を決めに。ティオ、ランド、それからエステルにヨシア、これが最後の戦いだ。みんなの全力を。ああ、真の英知を知るがいい。俺の番だな。
任せてくれ。えいっ、任せろ。あっ、さてと、私の番です。ガンナーモード起動します。援護する。私の番ね。行くぞ。えいっと。ええ。さてと。俺の番だな。私の番です。それそいつ、行くぜ。あ、任せてくれ、任せてくれ。さてと、それ、この程度か。行くぜ。これで決める、決める。俺の番だな。うん、みんな大丈夫？はい、私の番です。さてと、ここです。任せてくれ。えいっと、俺の番だな。あ、私の番ね。私の番はそこです。さてと、ガンナーモードを起動します。私の番ね。そこ、いいだろう。滅びるがいい。Thank you.
番だな。それ助かりました。おっしゃ、俺の番だな。
みんな大丈夫？俺の番だな。これで決める。任せろ。私の番です。それ私か。僕と味わうがいい。しないと。ガンナーモード起動します。なんとかしないと。負けぬか。それありがとう。まだやれる。任せて。
よし、さあ、出よう。俺の番だな。これで決める。任せろ。俺の番だな。赤き夜に死んだ。鍛え。まだだ。
んとかしないと。
負けられない。そこ、お返しよ。チェイ、みんな大丈夫？負けられない。負けられない。そこ、
行くぜ。俺の番だな。えいっ、さてと、そこです。え、そこ。俺の番だな。これで決める。行くぜ。みんな大丈夫？行きます。
くぜ。ほら、よし、セット、行くぜ。私の番です。それ。俺の番だな。ふん。私の番ね。
まだやれる。これで決める。ピンチです。ガンダーモード起動します。ちっ、まずいな。ほら、助かりました。負けられない。
きます。ガンナーモード起動します。みんな大丈夫？俺の番だな。やるじゃないか。いまいましいが、最後に正気を取り戻させてくれたことだけは礼を言っておこう。よし。哀れみの目で見届けることはかなわないが、我らが対応はなったのだから。あの方はキーヤ様はきっと、最後までよまいごとでも哀れね。はい、気にすることはないよ。あの狂気の薬を大量に飲んだ時点でもう彼は助けられなかったんだ。うん、そうね。できれば私も助けたかったけれど。ああ、最後まで彼の妄想を晴らすことができなかった。できればきちんと裁きを受けて、そうでないと彼自身も。ロイド、ロイドさん。
ほら、何をしけた面してやがる。俺たちは全能じゃねえ。全てがうまくいくわけがねえんだ。それでも精一杯やってここまで来れたんだろうが。ベストとは言わねえが上出来ってもんだぜ。ランディ、かつてのローチ制圧作戦では多くの教団信徒たちが自決しました。ガイさんやアリオさん、課長たちは屍を越えて私を助けてくれました。避けられない犠牲も時にはあるのだと思います。ティオ、彼は自滅してしまったけど、まだまだ後始末は残っている。エリー、ありがとう。そうだな、へこんでる場合じゃないか。それにキーアや課長との約束も。ええ、全員で無事にあの子の元に、それと課長に一人前と認めてもらう約束ですか。なんとかどっちも守れそうだぜ。仲間か。どうやら幕引きみたいね。本当は最後まで手を貸すつもりはなかったんだけど、レイベに影響されちゃったのかしら。レン、これでクロスベルでのレンの心残りは。なかなか楽しかったけど、レンがいると混乱しそうだし。そろレン、なに、エステル、レンはまだ捕まる気はないわよ。うんうん、レン、もうあんたは私たちに捕まってるわ。最後に別れてから半年、一度リベールに里帰りしてまたここに来てから3ヶ月、私たちはいつでもレンの気配を肌で感じてたわ。人形工房にいたことも知っていたし、ちょくちょくクロスベル市に遊びに来ていたのも知っていた。さすがに動力ネットで君を捕らえるのは難しかったけどね。当たり前じゃない、レンはキティ誰にも捕まらないんだから。私たち以外にはね。今私たちはレンのことを全て知った。あんたの過去、悲しみ、そして嬉しいことや楽しいことも、もう逃げ切れないわよ。諦めると思った。楽園のことしたらエステル、絶対に諦めると思ったのに。2年前の私だったらひょっとしたらそうだったかも。でもみんなやレイベ、そしてレンに出会えたおかげで私は強くなれた。過去のどんな出来事も今のあんたを形作っている大切なものだから、今はただ愛おしくて仕方ないわ。本当だったらご両親の元に戻った方がいいのかもしれない。でも僕たちはどんなにわがままと言われようとも家族として君を引き取りたい。それがクロスベルに来て僕たちが改めて出した結論だ。捕まえた。
マイスターに調整されて自分の意思で動けるようになったみたいだね。もう逃がしてあげないんだから。これからどこでどんな風に暮らしていくか一緒に考える必要はあるけど、まずは一度リベールに帰りましょう。ティータもずっとレンのことを待っているわ。君たちは君たちの手でこの結果を手に入れたんだと思う。よし、おめでとうって言わせてくれ。ありがとうロイド。一刻も早くキーヤちゃんの顔が見たくなってきたわね。はい、それにファイトと課長にも。そんじゃあぼちぼち戻るとすっか。ああ特務支援課、撤収準備。捕らわれた人たちを護衛しつつ、マフィアたちの身柄を確保しながら地上に戻ろう。ああ、朝日が綺麗です。ああ、それにに展開していた警備隊員たちがそれで取り急ぎ、彼女を連れてこちらに出向いたというわけ。まったく、連れて行けとダダをこねられて困ったぞ。これだから支援課はしつけくらいきちんとしておけ。そう言いながらわざわざ連れてきてやるあたりが。セルギーさん。副司令にノエル総長も。皆さんお疲れ様です。こちらの部隊もようやく身動きが取れるようになったわ。それで様子を見に来たんだけど、とりあえず聞き。はい。不気味な魔獣たちも全て姿を消してしまいましたし、おかげで全員連れて帰ってこられたぜ。まあマフィアたちは拘束して地下に置いたままだが、むしろこれからの方が大変かもしれませんね。そうね、市民への説明と諸外国への対応を。マフィアたちも一通り拘束する必要がありそうですね。そして今回の事件に関する一連の証拠集め、1ヶ月は大忙しだろうな。ギルドも協力させてもらおう。感謝する。確かに死ぬほど忙しくなりそうだな。でもなんだか全てがいい方向に行きそうね。ああわロイド、エリー、
ティア。詳しい報告はゆっくりと聞かせてもらうとして。とりあえず、蹴りはつけてきたか。な、はい。上出来だ。これでどうやらお前たちを一人前として認めてやること、ガイの奴も喜んでるだろう。課長。はいはい、ちょっとどいてどいて。グレイスさん、こんなところまで。こんな美味しいネタを見逃すわけにいきますかって。何はともあれ、まずは一枚パシャリと行かせてもらうわよ。ほら、全員入った入った。やれやれ。写真撮ってもらうの？ああ、にっこり笑うんだぞ。うん、サイト入りましょう。さすがに遠慮した方が良さそうだね。ほらほら、遠慮すんなっつの。ジョーちゃんも入ってるよ。それじゃあ遠慮なく。まったく。たまにはこういうのも悪くなかろ。ほら、副司令も課長さんの横あたりに。クロスベルに恐るべき混乱を引き起こした DG 教団の存在。それに利用されたマフィアと薬物によって操られていた警備隊。そしてハルトマン議長をはじめとする数々の有力者たちの不始末。事件の概要はクロスベルタイムズによって報じられ、前代未聞の大スキャンダルへと。ここに至ってマクダイル市長は警察局長、警備隊司令、両各課の責任者やソーニャ副司令に事件の徹底究明を命じた。ダドリー捜査官をはじめ、今まで上層部に押さえつけられていた捜査官たちによって、帝国家議員のみならず共和国家議員にも及ぶ教団とのコネクションが洗い出され、
そんな中、IBC のティーター総裁が次期市長選挙の出馬を電撃表明し、引退するマクダイル市長の理念を継いで健全な政治体制の確立を公約に掲げた。そしてマクダイル市長もまた逮捕された議員たちの補欠選挙の出馬を表明し、早くも次の議長候補として各方面から期待されているという。そして事件から1ヶ月、そのマクダイル市長によって俺たちは視聴者のホールに呼ばれた。エステルとヨシアはレンと共にリベールに帰ることになった。遊撃士協会の人手は減ることになるが、政治改革が行われることによって警察の体制もよりよく変わるだろう。今後は一層ギルドとも協力しつつ、彼らの負担も減らせるかもしれない。分かり際、レンは俺たちに改めて気になる言葉をかけてきた。500年前の真実とキーヤがオークションにいた経緯、そして俺の兄ガイ・バニングスを殺めたり、全てを見通すような彼女の、それらの真相は。だがそれを解き明かすのは、俺のいつかまた再会する約束をして、俺、そして白熱した市長選が終わり、俺たちが通常業務に戻った日、特務支援課の玄関に真新しいカバンを持ったキーヤの姿があった。本当に大丈夫か。やっぱり初日くらいは俺もついていった方が。大丈夫、ちゃんと道も覚えたもん。それにリュウとアンリも一緒に行くんだし。でもな。まったくもう、本当に親バカなんだから。あなただって小さな頃は子供たちだけで日曜学校に通っていたんでしょ。まあそれはそうだけど。そういうエリーさんもそわそわしまくってませんか。これはその保護者の差だというか。やれやれ、せっかくのキーボーの晴れの日だ。もう狙われることもないんだし、せめてきちんと見送ってやろうぜ。いやまあ分かっちゃいるんだけど。なんだか子供を持つ親の気持ちが分かる気がするわ。お前らこそ新市長から相談に呼ばれてるんだろう。そろそろ出かけたらどうだ。はい、それなんですけど、課長ご存知なんでしょう。一体どんな相談なんですか。それは新市長から直接聞いた方がいいだろう。とにかく今日はお前たち全員にとって新たな一日になるはずだ。やれな、また忙しくなりそうだな。まあ忙しいのはいつものことですけれど。それじゃあキーヤちゃん、通りまで一緒に行きましょう。
私を見つけて。